Hey, there you are. Just fucking work, please. Thank you. Thank you for working. お昼寝もありっすね。創作意欲が湧いてきたっす。用件は何？嬉しい。
嬉しい。はあ、いい。嬉しい。立ち止まる暇はない。Why is your name Kunai?別に拘束するつもりはないさ。おいお前、外に連絡する手段を持っていたのになぜ黙っていた。それはお前は確かにスナーク生きてるかと言った。つまりスナークと連絡することができたということだ。悪いがこれは見過ごすことはできない。ことと次第によってはもっと踏み込んだ手段に訴えるかもしれない。すまなかった。ダメだとは分かっていても私はどうしても試したかったのだ。以前スナーク、兄が生きているとジェノサイドピンクが口にしたと聞いただろう。正直真偽のほども定かではない。むしろ状況から鑑みても疑わしい。だがどうしても無視できなかった。兄さん、スナークは私にとってたった一人の肉親なのだ。それはつまりずっとスナークとの連絡手段があったということになるな。実は以前から地下監獄にいる兄とは密かに連絡を取り合っていた。お父さんと。じゃあ以前からあなたはスナークとつながっていた。そうだが、でも信じてほしい。兄があんなことをするなんて知らなかったんだ。連絡の内容は主に地上と地下の状況について、ジェイル研究の共有、そして私たちが地球と共存していく方法についてだ。誓って地球に破滅をもたらす類のものではない。そんなこと言われても信じられませんわ。本当なんだ。通信ではこの世界のためになる情報を互いに共有しただけだ。そうか、お前に抱いていた違和感の正体はこれか。おかしいと思っていたんだ。地上の人間はメルヘンを汚染動物と呼ぶのに、お前はなぜか地下監獄の共用語で話していた。地下に来てからスナークが名乗っていた。
島島博士という名前も知っていた。どれも地下のスナークとつながっていればこそ知り得た話ですね。黙っていたことは本当に申し訳なかった。君たちとの信頼を築き上げてから話そうと思っていたんだ。君たちが黒幕と思っていた人物と私が連絡を取り合う方法を持っていたと分かれば関係性を築くなどできないと思ったからだ。それで僕たちの信頼を得る前に隠れて行ったさっきの通信繋がったのか。いや、返答はなかった。やはりスナークが生きている可能性は低いだろう。それを僕たちがすんなり信じるとは思ってないが、お前たちの目的は結局何なんだ。スナークと組んで一体何をしたかったんだ。まさかこの星の支配か。そんなことは本当に考えていない。さっきも言ったが、地上にいた私たちは本当にこの星の人間との共存を目指していたんだ。スナークとのつながりを隠していてはそれも疑わしいものだ。待てお前ら、俺もジャバウォークとスナークが連絡を取り合っていることは知らなかったが、そいつは少なくとも地下監獄の計画を始めた時確かにいなかった。名前だって上がってもいない。もともと計画を知っていた俺が知らなかったということは、ジャバウォークが地下監獄の件を知らなかったということは事実だと思うぜ。ハル、Such bro. まさかお前も来るなのか。おい、俺まで疑うのかよ。ハルさんは白雪たちが博士スナークを追い詰めるときにこちらの味方をしてくれました。ハルさんはスナークを止めようとしてくれたんです。それにスナークもさすがに自ら監獄島となった上でわらわたちに殺される、そこまでが計画だったというのは無理があります。実際にあれは死闘でしたし、結果がどっちに転んでもおかしくなかった。筋書きなんてあったとは考えられません。あの時も彼もスナークも何かを欺けるような状況じゃなかったわね。そこに関しては私たちが保証するわ。なるほど、君たちがそういうのであればそれは真実なんだろうな。仕方ない、スナークの計画を知らなかったという点については認めよう。だがまだお前を信用したわけじゃない。それにな、ジャバオーク、お前はこれから門脇と常に一緒にいろ。え、俺？冗談じゃない、勘弁してくれよ。お前はまだ僕たちも含めて疑惑を抱いている。ならそいつと一緒にいればその分疑う人数が減らせていいだろう。はあ、仕方ないな。分かったよ、みんな人間じゃないけどさ、なんだかんだ言ってここの女の子たちとは付き合い長いしね。私は景色少女ではないですよ。クナイ、無理して出てこなくてもいいのに。ともあれ、これでひとまず解決よね。みんな、私の話を信じてくれてありがとう。もう誤解させるようなことはしないと誓うよ。当たり前だ。次に疑わしい行動をしたら許さないからな。肝に銘じておこう。ああそうだ、お前にまだ聞くべきことがあった。さっきの通信で言っていたアウテハロデとは一体何だ。それは私たちの星でのスナークの本名だ。博士、スナーク、アウテハロデ、いちいち呼び名の多いやつだな。お父さん、アウテハロデっていうんだ。この星に来てからは名前を変えてしまったんだ。一番慣れ親しんだ呼び方だったのでね。そういえばこの星に来た同胞はお前やハル以外にいるのか。さっき地上にいた私たちと言っていたが。いや、地上で共にいたのは私たちの星の人間ではない。非
常に知性が高く、人柄もいい青年でね。彼は20代前半くらいだった。一緒に研究に協力してくれていたんだ。だが彼とは、あの悪敵の艦隊等が大きく動いた時にはぐれてしまってね。そうか。出発すんのか。ああ、かぐや姫の準備ができ次第といったところだ。ああ、あいつ一度テントに入るとあれだもんな。そうなんだ。特に今回のように新しい監獄島に来ると引きこもりたがる傾向にあるんだ。また一から探索だからな。でもまあ、あいつ頑張ってる方だと思うぜ。いろいろと助けられてることは認めよう。とはいえ、それとこれとは別の問題だが。そういえば今まで気になってたんだけどよ、お前なんでメアリガン持ってる？それは以前に話した気もするな。記憶を失った僕が目覚めた時にはすでに持っていたんだ。すでに？俺も前に言った気がするけどよ、そのメアリガンを作れる奴はおそらく俺だけ。他にいるとしても俺の弟子くらいのもんだ。僕は自分で作った覚えはない。こういったものを作れるスキルもなければ、設計図だって頭の中にないしな。きっとその弟子とやらが内緒で作って僕に渡したんじゃないのか。はっきりと違うとは言い切れないが、あいつの性格上それはないと思うんだよな。だが僕はこうしてメアリガンを持っている。ハルが作ったのではないのなら弟子しかいないじゃないか。消去法でいけばそうなるんだがよ、断定するには釈然としないっつうか。何よりお前にメアリガンを渡したっていうなら、お前が景色少年だって知ってたことになる。それを報告しないなんてまずありえないしな。それに黎明で血液検査をするか、誰か景色少女に一でも浴びせないと景色少年だって分かりようがない。巫女や景色少女の誰かがお前と知り合いだったとして、ひた隠す意味なんてないだろうしな。ハル、お前は何が言いたいんだ？いや、ちょっと気になっただけだ。僕の過去についてはどう探ろうとしても記憶がない以上、分かりようがないことは理解できるだろう。まあそうなんだよな。それは分かってるんだな。いや、なんでもない。なら僕はもう探索に行くぞ。かぐや姫も準備が終わったみたいだしな。なあ、引き止めて悪かった。気をつけてな。Do you think Cinderella is in a perpetual state of flagrant? お付きのものが食べさせてくれる生活に戻りたいです。そんなの昔からいないでしょう。こうやって食べれるだけでもラッキーって思わなきゃ。それはそうですけどね。今がありがたいという気持ちはわかるんですが、確かにスイーツを食べたいって気持ちも湧き出てきますわね。欲を言ったらキリがないからね。今は贅沢しすぎはダメよ。いつかそんな生活に戻れるよう今頑張んなきゃ。白雪も頑張ります。ないものをねだっても仕方ないだろう。どうしてさっきから僕を見てるんだ？顔に何かついてるのか？
そなたの顔に何かついてるわけではないです。むしろ顔そのものですね。どういうことだ。今さらくだらないルックスの話ではあるまい。違います。思い出したんですよ。初めてジュウさんを見た時はジャックに似てると思ったんです。でも不思議ですね。今改めて見ると全く似ていないですよ。そう言われると興味深いな。あ、わかります。白雪も同じことを思ってました。白雪姫もなのか。そうなんです。不思議です。最初は似てると思ったんですけど、やはり慣れてくると違いが見えてくるからでしょうか。そうですわね。考えてみればタイプがそもそも違いますものね。確かに言われてみれば不思議ね。どちらも違ってどちらもいいですわ。アカネ様はどう思いますか。え、私？私はちょっとわからないかな。ただジャックはいじりがいはあったかな。確かに懐かしいわね。今はジャックがいないからいじりがいのあるやつがいなくて寂しいよ。わかります。意外と楽しかったですからね。いるだけで楽しいことが起きてましたね。実はドジなところもありましたわね。まだそのジャックというやつの話は続くのか。ああ、申し訳ありませんわ。知らない人のことを話されるのは居心地が悪いですわよね。いや、気にしなくていい。ごちそうさま。僕は自分のテントに戻ろうと思う。ジュウさんはジャックさんとは違いますが、なんかこう謎の家族感がありますよね。まあわかるかも。私も感じ入るところがありますわ。そうですね、それはジュウさんの特徴だと思いますわ。なんだろうね、こう食卓にいる寡黙なお父さんみたいな。面白い例えですね。私だと思いますの。完全に私だと思うけどね。前より自信はないけど、あんたたち二人なら私じゃない？ It's probably boob size, isn't it? I'm guessing it's boob size. I don't want it to be, but... ジュン、ちょうどいいところに来たね。なんだ？ようやくこれでジャッジができるわね。忙しそうですわ。ほんの 2,3 分の用事よ。いいよね。どうせその言い分じゃ答えるというまで聞いてくるのだろう。早めに要件だけ聞く。ジュウさんもだいぶ赤ずきんさんが分かってきましたわね。とても大事な質問があるの。私たちのアイデンティティに関わることよ。ああ、3人の中で誰が一番お姉さんっぽい？順番をつけてほしいんだけど。うん、くだらない。ちょっとくだらないって何よ。私たちの中じゃ結構重要なのよ。そうですわ。
あ、答える気ないね。いや、考えているのだ。どうせ答えねば解放してくれないのだろうし。思ったより乗り気ね。で、誰？誰？今考えていると言ったろ。そうですわよ。赤ずきさんはせっかちすぎますわ。一番は親指姫だ。え？そんな嘘ですわ。こんなつまらない嘘をつく理由がない。まあ当然よね。納得いかないな。理由は？はじめは見た目的に全く姉に見えなかったのだが。って、いきなり落とすわね。見た目的にってどういうことよ。お待ちください、親指姫さん。はじめはと言ってますのよ。実際に接してみれば、中身は思ったより姉だと感じた。まあ、そうでしょうね。どこでそう思ったわけ？よく年下の面倒を見ているし、実は決断力もある。白雪姫がいるのも要素としては大きい。当然の結果ね。ジュウさんの言葉は説得力あって反論しづらいですわ。それで次は誰ですの？そうよ、誰よ。赤ずきんだな。理由は率先して相手の立場になろうとしたり、取りまとめようと頑張っている様子がある。でしょ？ってなんでそれで一番じゃないの？ただ思考が姉というよりも兄のように見える。それも頼りにならない兄だな。兄ってどういうこと？性別変わってるじゃない。あの、私はどうしてお姉さんらしくないのでございましょう？そもそもシンデレラは姉さんらしいも何も末っ子の要素が強いだろう。そんな末っ子ですの？今までの努力は全て実を結んでいなかったということですのね。どんまいシンデレラ。そうよ、姉かどうかなんて重要じゃないわよ。もうお二人ともからかってますわね。お昼のご飯です。ドジッコ、ちゃんと持ってこれたんだな。ありがとう。もう、その呼び方は控えてくださいって言いましたよね。私そんなにドジ踏んでますか？確かに言うほどではないかもね。もう、そう思ってるならやめてください。しかし、ドジッコはいつも飯を運んでくれて助かるよ。門脇さんがみんなとご飯を食べたくないとかわがまま言いますからね。仕方なくです。さすがに食べたくないとまでは思わないが、距離は置きたいかもね。門脇さん、もう気がつき始めてるんじゃないですか？何がだい？赤ずきんさんたちは決して門脇さんの敵じゃないって。赤ずきんなんかはあだ名お気に入りってくらいだからね。お互いトレーニング好きとして波長は合うよ。ただあれは裏切り者の博士の実質娘みたいなもんだ。裏で何か考えてるんじゃないかとも考えるんだ。でもそんな素振りどころか、いつも命がけで何とかしてくれようと奮闘しているではないですか。そうなんだが、それでも俺は裏切られたからね。怖いんですか？今のはドジッコでも聞き捨てならないな。確かに景色少女には勝てないかもしれないが、
それでも俺はお気に入りとトレーニングをした。黎明の中ではかなりの力自慢だ。戦い方やまだまだトレーニングをすれば勝てる見込みがあるとさえ思ってる。それならもっと堂々とされていたらいいんですよ。私は門脇さんが誰よりもトレーニングしていたのを黎明で見ていました。それをこそこそ精神攻撃みたいにやるのは鍛えてきた体に失礼なんじゃないですか。なんだと。誰も精神攻撃なんてつもりはない。取り消してくれ。それじゃあもっと昔の門番でふんぞり返っていた門脇さんみたいに堂々となさってください。景色少女、地球外生命体なんて関係ないってところを見せつけてください。まさかドジッコにそんなこと言われるとはね。俺はさ、両親がメルヘンに凄惨に殺されたんだよ。もうあんな奴らに負けるかという憎悪の中で日々トレーニングをして強くなっていった。実際弱いメルヘン程度なら勝てるしね。ただ同時にさ、日々強くなる景色少女を目の当たりにして勝てないと思ったんだよ。それと同時に博士の裏切り。俺はもうこういう方法でしか防衛できなかったのかもしれない。それじゃん？それじゃあ私を守るためにまた強くなってください。景色少女ももともと半分は人間だって聞きました。私の中では何も変わりないですけど、ただそれならば門脇さんだってまだまだチャンスがあるってことだと思うんです。それにそんな今までの努力が嘘になるようなトレーニングだったんでしょうか。確かにトレーニングだけは今まで裏切ってこなかったな。逆に今までのトレーニングを俺が裏切るような真似しちゃいけないのは確かだ。その私はみんな仲良くしてほしいです。景色少女とか以前に赤ずきんさんたちだと思ってます。だけど門脇さんの話を聞いてるとふと私も怖くなる時があります。だからその時は門脇さんが自分が鍛えているから大丈夫くらいの気持ちで守ってもらえるととても嬉しいんです。そうだな。そうと決まればまた一から筋肉トレーニングをやっていこうと思うよ。はい、私もお手伝いします。そして不安がなくなるほど強くなったらまた皆さんと対等に食事をしましょう。ドジッコにしてやられている気もするが、善処してみるよ。はい。いろいろがん。他に何かある？収穫するのか。種を植えさせるんだな。しっかりやるように言っとく。他に。Hey, we're back.